にちは。海進整骨院の染井です。この季節、喉が乾かないので水分不足になっている方結構いらっしゃいまして、この時期でしたら風邪とかインフルエンザとかよく流行ってるんですけども、そういったウイルスが体に入ってくると、そのウイルスを跳ね抜ける役割も実は水というのは持ってるんですけども、そういった機能というのが落ちてしまうので、健康面でもとてもその水っていうのは重要になってきます。よくこうコーヒーとか紅茶とかでこう飲んでんねんけどなという方もいらっしゃるんですけども、体の水分の吸収率を考えると、普通のお水を飲んでいただくことがより効果的になってきます。そこで今回はこの体が水分を求めているかどうか、ちょっと水分不足になっているかどうかっていうのを、確認する方法をご紹介したいと思います。それがこの中おへその指一本上のところ、ここにその水分と関係するツボがあるんですけども、ここを軽くでいいんで押してみていただいたら、こう硬くなってたり、あとはこう痛みとかを感じるなっていう方、実はその方の場合体が水分不足になっていることがあります。座ってたら結構こう力が入ってしまって分かりにくかったら、こうやって寝ていただいても構わないので、筋肉をこう緩んだ状態で押さえても硬かったり痛みがある、そういう方の場合は水分が不足していることがあるので、ちょっとこうコップの一杯くらい水飲んでいただいて、でまた再度ここを確認してみてください。で、和らいだとか痛みが少しマシになったとか、そういった方の場合は水分が不足していた可能性がありますので、こまめに水を飲んでいただいたり、水でしたらちょっとこう冷たくなって体が冷えてしまうこともあるので、常温またはちょっとこうおさゆとか温かい状態のお水を飲んでいただく方がいいと思います。しっかりと水分をとって健康を維持していきましょう。それでは失礼します。